ゼビオアリーナ仙台は、宮城県仙台市大白区アストナガ町一丁目にある多目的アリーナである。アストナガ町一街区13各地プロジェクトのアリーナ棟として、ナガ町副都心の北部にある森の広場の西側に建設された。同プロジェクトにより、同広場の南側にはゼビオ棟に、スーパースポーツゼビオをはじめとするスポーツ用品店や、地元のフィットネスクラブなど、 ドーム棟には、室内テニスコート、屋根付きフットサル場、バスケットボール用ドーム、飲食施設などを含む SRG、高宮スポーツパークアスト長町も作られ、スポーツフィットネスウェルネス関連施設が集積した。また、同広場の北側には、仙台市立病院、医療モール、老人ホームといった、医療、福祉施設も作られ、結果的に、 当プロジェクトを含め同広場周辺は健康に関する官民施設が集積した。当館には VIP ルーム併設の VIP 席があり、また工業主の移行次第で施設内での飲食を自由にすることができるなど、一般的な公設体育館とは違った使用法が可能である。また、アリーナ中央の天井から吊り下げられた6面、センターマルチディスプレイや、 3階席と2階席の間に設置された全長213メートルのリボンビジョン、また天井や座席裏に設置されたボーズ車線スピーカーなど映像、音響設備も整っており、スポーツ、コンサート、各種イベントに利用されている。当館は隣接する長町商店街に加盟をしており、当館でのイベントの際には入場の待機列が及ぶ森の広場に、 長町商店街の飲食ブースを出してもらったり、当館での地元チームの試合の観戦チケットを提示することで、長町商店街での買い物を割引にしたりなどの連携事業もしている。TKBJ リーグの仙台8 9ーズ、VS 横浜 B コルセアーズでのアリーナ使用例アリーナを見下ろせる全面ガラスで区切られたロイヤルボックスがあり、 各部屋から各々の VIP 席に出ることができる。以下のチームがホームアリーナの一つとして使用している。なお、森の広場に面した壁面には、東北フリーブレイズ、ベガルタ仙台、東北楽天ゴールデンイーグルス、仙台パチジュアーズの各チームのエンブレムが掲出されている。2010年10月12日、仙台市は、大白区の千円広域都市計画事業。 仙台市アスト町土地区画整理事業施行地内にゼビオアリーナが建設されることを発表。同市はアンパンマン、子供ミュージアムの新施設の広報地に仙台が選ばれたことを機に、政令指定都市では初めて2008年に広域集客型産業を誘致するための女性制度を設けており、当館はその適用第一号となった。2012年10月5日、 日本初の総合エンターテインメントアリーナスタジアムとして開業。年間利用者数25万人を見込む。そこ地は仙台市の所有であり、20年の定期借地権をゼビオとの間で契約。ゼビオが約30億円をかけて建設し、運営はゼビオをはじめとする13の企業団体が蘇生するゼビオアリーナ有限責任事業組合が担うという、 民接とも鋭方式となっている。仙台市の再開発事業地にある、市有地にて20年の定期借地権を得て、物販より体験の比重が高い広域集客施設を民間企業が建設し、地元企業を含む LLP が運営するという、このスキームは、仙台アンパンマン、子供ミュージアムモールと全く同じである。このスキームにより、 リーマンショック後の世界金融危機化の2010年に、両者は相次いで事業化された。また、2011年の東北地方太平洋、沖地震による着工延期、労働力不足、余震が続く中での工事などを乗り越えて、開業に至った。開館した月である例年10月付近に、国際的あるいは大規模なイベントを誘致している。公式サイトに掲載されたアーティストを50音順に、 被災ありがとうございます。